国内第4位の潮流天塩川。この母なる大河が日本海に注ぐ町天塩は、古くから川と海の恵みの宝庫でした。この天塩で生まれ育った菅井義文さんは、15歳の春、中学卒業と同時に漁師の道へと進みました。以来、夏場のしじみ漁、秋の鮭漁を中心に46年間漁師一筋で暮らしています。江戸時代から厚岸の牡蠣、十勝の船と並び、蝦夷の三絶と謳われた天塩特産のしじみ。生息地はパンケ沼や天塩川、そして支流のサロベツ川で、毎年6月から9月の間だけ漁が行われています。漁は漫画と呼ばれる串状の刃のついた鉄製の器具を川底に落とし、それを船の動力で引っ張って川底のしじみをかき出すという方法。重い漫画としじみのぎっしり入った網を手で引っ張り上げる漁法は、まさに体力勝負です。それやっぱりこれ体力が必要だから、こうやって手で引っ張らなきゃいけないから、船はこう走らせて手で引っ張らなきゃいけない。体力がある人はやっぱり取るの早いです。そうなんですか。手なんか豆だらけになる、ボコンボコンって、漁場は漁師さんそれぞれが開拓し、自分の漁場は自分で守ります。菅井さんは長年の経験から多くのポイントを知り尽くしているとともに、資源を枯渇させないための努力を常に行っています。まあ、それなりにちゃんと資源はあるのさ、あるからって取ってしまえばなくなるだから、取った場所をもう取り終わったら、そこにまた違いが話してくるわけです。そしたらこれまた来年再来年取ればちょうどいいなって、みんなそうやってちゃんと俺はやってる。自分で、まあ、組合で管理したりしてやってるけども、さらに自分で管理して漁場をそうやって自分なりの漁場を作っていかんけ。しじみと並ぶ天塩の特産物が天塩の鮭として名高い秋味です。菅井さんは宝慶丸の船長として、9月10月の2ヶ月間毎日漁に出ます。船に乗り込むのはこの時期だけ、他の地域から手伝いに来てくれる漁師さんを含め総勢9人。毎日番屋で3食を共にし、チームワークを高めて漁に臨みます。やっぱりうまいものもね、若い者の人たちは一緒になって親方と一緒になって食うと、むしろここで来て食べた人は 2,3 キロは絶対太って帰るんだ。沿岸に群れをなしてやってくる鮭たちは、4年前に天塩川を下って海に出た鮭たち。菅井さんたち漁師の4年前の努力が実を結び、今日の大漁につながっています。自分が卵を運んだとかさ、今度稚魚があったら餌やんにって、ここからもう40キロも50キロも奥まで行って、毎日交代交代で餌やに行く。それでやっぱり昔はやっぱりそのホルマリンでやっぱり稚魚を消毒したもんさ、病気つくから。で今は逆にお茶の成分のカテキンで消毒してる。それだけもう人に食べる、口に入るものは小さい稚魚の段階からもうそういうのは吟味して、ただそういうのやんないけまだ帰ってこないし、
今年やったからって4年後なんか分かんないもんだ、うん、来てみて初めてああやっぱりその努力が4年前の努力が、うん、ね、うん、実を結んだなと、うんうんうん、手塩にかけて育て4年経って帰ってきた自慢の鮭たち、捕獲から選別解体も細心の注意を払い、安全で美味しいこだわり抜いた一品として出荷されます。病気のない薬を飲む、ね、飲まして養殖してる魚もかなりあるっちゅう。それから見ればうちらは天然物をやっぱり、うん、自慢できる、やっぱり秋葉中を作っていかなきゃならないんだろうし、船で水漏れにしたやつを船から上げたやつは台に乗っけて台で選別してこれタンクに、じゃあ長靴、靴のね触る歩いてるところには魚なんか一つも触らない、ね、それだけやっぱり衛生の面も全部やっぱり食っていうのはもう取ってる我々から吟味しねえけダメだっちゅう、そういう観念のもとでやっていく、うん、大粒で味わい深いしじみ、そして大切に育てられ北の海でたくましく成長して帰ってくる秋味、安全で美味しい手塩の味は今日も北の漁師の心意気によって守られています。